こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロとジルサンダー氏のコラボレーションであるプラス J、 こちらのですね2021年春夏新作がようやくですねユニクロのサイトでアップされましたので、そちらを見ながら大人の男性ですとか、あとはベーシックなファッションが好きな方にはどんなものがおすすめなのかというところをですねスタイリスト目線でお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ皆さんもですね、すでにご存知かなと思うんですが、前回のプラス J はめちゃくちゃ大盛況だったんですね。僕も初日に買い物に行ったわけなんですが、あまりに混んでいまして、なかなかですね、店内に入ることができなかったんですね。それぐらい注目度が高いコレクションだったんですね。今回はそちらの春夏バージョンとしてリリースされるわけなんですが、最近ではユニクロのこういったコラボレーションラインっていうのはいろんなものがありまして、今回のプラス J もそうですし、ユニクロ U ですとか、あとは JW アンダーソンとのコラボレーションシリーズがあるわけで、まあ3つあるわけですね。その中で、まあいっぱい服を持っていてもですね、なかなか着ることができないかなと思うので、なるべく厳選しながら、こういったアイテムだったら使いやすいですよという基準で、今回は皆さんと一緒に情報をシェアできればなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速解説に入っていきたいなと思うんですが、まずはですね、全体像からざっくりと解説をしたいなと思うんですが、やはりですね、今回は第2弾ということで、一番最初のですね、リリースよりは、ちょっとですね、インパクトには欠けているのかなというふうに思っています。まあ映画なんかもそうだと思うんですけども、1と2があったら、やっぱりインパクトが強いのは圧倒的に1だと思うんですね。その点で今回のですね、春夏バージョンとしては、そこまでですね、驚きがあるような展開ではないかなというふうに思っています。そして僕はですね、よくこういったコレクションが新しく出たら、今回はこれとこれは絶対に買いたいというものを定めるんですが、今回のプラス J を見てみると、良くも悪くもベーシックですごくバランスのいいものが多いので、これといって、これがめちゃくちゃ欲しいというのがですね、正直なかったんですね。あとは実際に着ながら、着てみたら結構これ良かったなっていうものがですね、きっとたくさんあるかなと思うんですが、全体のイメージとしてはそんなに派手さのあるものは今回は多くなかったんじゃないのかなというふうに思っています。あとはカラー展開に関しては、基本的にはブラックですとかホワイト、こういったモノトーン系のものはしっかりと抑えつつも、その中でも結構多かったのはネイビー系の色合いなのかなというふうに思っています。個人的にネイビーというのはメンズファッションにおけるすごく重要な色だと思っているので、そういった色合いが今回多かったのはすごく嬉しいかなと思っています。ネイビーですとか、あとはグレー系ですね。このあたりも多いのと、あとはですね、春夏に関しては、ホワイトだとか、オフホワイトだとか、そういった明るい色のですね、アプローチも多かったのも特徴的なのかなというふうに思っています。そういった全体像を抑えながら、早速ですね、各カテゴリーごとに見ていきたいなというふうに思っています。まずはですね、アウター類から見ていきたいなと思ってるんですが、この中で僕がですね、一番気になってるのは、オーバーサイズブルゾンですね。これはね、なかなかいいんじゃないのかなというふうに思っています。今回ある中でも着丈がスッキリとしていて、デザインのベースとしては MA1 のような感じになってるんですけども、ちょっとデザイン的には面白みがあって、この胸の部分にですね、ジップがついていたりだとか、サイズ感に関してもタイトなものではなくて、まあ今の雰囲気にも合うようなゆったりめのシルエットになっているというところ、そこがですね、ポイントなのかなというふうに思っています。デザインはベーシックで使いやすいんですが、季節に合った着丈の短いスッキリとしたアウターというところで、個人的にはこれはね、ちょっと欲しいかなというふうに思っています。とは言ってもですね、実際に着てみないと何とも言えないんですが、現代的な MA1 というか、ジルサンダーがデザインする MA1 ということで、個人的にはですね、これは楽しみなアイテムかなというふうに思っています。色の展開としては結構ベーシックなブラックとネイビーの2色になってるんですけども、これは難しいとこですね。個人的にはネイビーが好きなんですけども、ブラックのシャープさというところも捨てがたいかなと思うので、おそらく僕はブラックを買うんじゃないのかなというふうに思っていますが、そのあたりのカラーに関しては、どちらの方が優位性があるかというところはですね、絶妙なところなので、現場で見ながら確認をしていきたいなというふうに思っています。そして着丈がちょっと長めのアウター系なんですけども、4パターンあるんですね。まずオーバーサイズマウンテンパーカーというものがあって、これが一番着丈が短い感じですね。で、続いてオーバーサイズフーデッドハーフコートという形で、着丈の長さとしてはハーフ丈。最近ですね、これぐらいの着丈の長さのものもちょこちょこと増えていまして、割と今っぽい着丈の感じかなとも思っています。
そしてオーバーサイズステンカラーコート。これはもうベーシックな丈の長さですね。長すぎず短すぎずというところで王道の長さなのかなというふうに思っています。そしてオーバーサイズフーデッドロングコートという形で思い切って着丈が長いものですね。この4種類のアウターの丈になってるんですけども、これはですね、どれもですね、良さそうなんですけども、これといってこれが絶対欲しいっていうのはですね、正直なかったというところが個人的な感想なんですね。本来であれば一番着丈の長いですね、オーバーサイズフーデッドロングコート。これが欲しいなと思ったりもするんですけども、ただですね、春夏というところを考慮すると、結構着丈が長いものって邪魔になるんですね。3月といっても結構暖かい日が多かったりするので、その時に着丈が長すぎると、歩くのが邪魔だったりだとか、暑くなった時に脱いだ時にもうかさばるので、結構ですね、春先のロングコートって、個人的には買ってもあんまり着ないことが多いんですね。ですので、その点ですね、オーバーサイズフーデッドロングコートは、かっこいいとは思うんだけども、リアルさというところでは僕はちょっと欠けるのかなというふうに思っています。グレーの色合いなんかもいいですし、あとはですね、ホワイトのクリーンな感じなんかもかっこいいかなと思うんですが、これはですね、個人的にはパスするかなと思っています。あとはステンカラーコートも結構ベーシックなものがですね、いろんなお店で置いてあって、今回のこちらのコートをですね、あえて買うかというと、ちょっとこれも疑問なのかなというふうに思っていまして、僕の中ではオーバーサイズマウンテンパーカー、着丈の短いものですね。これをですね、ナイロンジャケット的に着るのがいいんじゃないのかなというふうに思っています。色合いに関してはブラックだとかグレーもいいんですが、思い切ってちょっとホワイトというところもいいんじゃないのかなという形で思っています。最近はですね、こういったアウターに関してもパキッとしたホワイトだとかナチュラル系の色というのがちょっとトレンドになっていまして、僕の中でもトライをしてみたいなという思いがあるので、結構一押しはオーバーサイズマウンテンパーカーのホワイトかなというふうに思っています。そしてハーフコートもですね、ちょっと気になってはいるんですね。ただちょっと写真で見る限りではベーシックで特に特徴がそこまで感じられないので実際に着てみないとわかんないかなという感じでは思っています。このジャンルの中ではオーバーサイズのブルゾン、MA1 っぽいものがまずは一押しで、その他の着丈の長いアウターに関しては、その中でもですね、コンパクトなマウンテンパーカー、これがですね、使い勝手がいいかなという形で、皆さんもですね、ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。続いて、セーター、カーディガンジャンルなんですけども、ここもですね、デザインとしては結構オーソドックスで、これといったポイントがあるものではないんですけども、その中でも僕が気になっているのは、シルクコットンニットポロシャツですね。こういったポロシャツというのはメンズファッションにおける定番的なアイテムなんですけども、そのポロシャツをニット生地で作るというところは、まあ、ここ数年はですね、割とおしゃれな人は取り入れてるんですね。例えば、ジョンスメドレーのニットのポロシャツをですね、あえてレトロな感じで取り入れるスタイルというのは、結構ですね、大人の男性もやってる方が多いんですね。ニットポロに対してジャケットを着るみたいなスタイルは、個人的にはちょっとダサかっこいい感じで好きなんですけども、それを表現するには、このシルクコットンニットポロシャツがすごくいいのかなというふうに思っています。どちらかというと僕はビジカジで使いたいかなというふうに思っています。そしてですね、カーディガンだとかシンプルな丸首のニットなんかもあるんですけども、こういったものはプラス J でももちろん買えるんですけども、いろんなブランドでやってるんですね。まあ、ユニクロの通常ラインでもやってますし、各種セレクトショップなんかでもやっているので、僕自身も十分量を持っているので、そこまで注目してないというところなんですが、その中でもシルクコットンクルネックセーターは、まあ、シルクが混紡されていて、結構シルクが 55% というところで、かなり質感もいいんじゃないのかなというふうに思っています。すごくベーシックなんですけども、肌触りが良くて、生地の質感だとか、色の雰囲気が上品であれば、これは買ってもいいのかなというふうに思っています。まあ、ニットというよりは、どちらかというと、ロンティー感覚で、さらりと着れて大人っぽいというところでは、すごく上品なものなのかなというふうに思っています。中でも色はですね、これはですね、ブルーだとか、あとはグレー系がですね、雰囲気がいいかなと思うので、このあたりは買うかもしれないなというふうに思っています。このジャンルにおいてはそのあたりですかね。その他のアイテムに関してもどれもいいかなと思うんですが、リアルに買うかなというところだとこの2点が検討の範囲内なのかなというふうに思っています。そしてシャツというジャンルなんですけども、結構プラス J はですね、力を入れてるのがシャツなのかなというふうに思っています。かなりバリエーションが多くて、正直ですね、この中でめちゃくちゃ欲しいなというものは限られていまして、まあ一押しはですね、スーピマコットンオーバーサイズシャツブルゾン、かっこ長袖。これはですね、欲しいですね。これは注目をしています。どういった部分かと言いますと、
シャツの中でもちょっとですね、アウター的に羽織れるようなアイテムなので、これまた今っぽくて非常に使いやすいアイテムなのかなと思っています。今僕が着ているものもですね、まさに同じようなジャンルのものなんですが、春先に T シャツだとか薄手のニットの上にこういったシャツアウターを着ると簡単にコーディネートを組むことができるので、これはめちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。そしてこれシャツブルゾンというジャンルなんですけども、その部分を見てみるとこう絞れるようになってるんですね。ですのでサイズ感に関しても少しゆったりめになってるかなと思いますし、少しデザイン的にもですね、アクセント要素を加えられるかなと思ってるので、このアイテムは個人的にはですね、今回のコレクションの中でも一番注目しているところなのかなというふうに思っています。で、色合いに関してはどれもいい感じなんですが、鉄板はですね、オリーブかなと思います。深めのグリーン系でブラックに比べると少し変化も感じられますし、まあアースカラーというところで今っぽさというところも感じられるので、これはねすごくいいなと思ってまして、ぜひ買ってみたいなと思ってます。無難に行くのであればブラックもいいかなと思うんですが、ぜひ皆さんこちらはチェックしていただきたいなというふうに思っております。そして他にも気になるところはですね、ちょっと今時期だとイメージがつきにくいんですが、半袖のシャツですね、スーピマコットンオーバーサイズオープンカラーシャツ、これはですね、夏場になると鉄板で使いやすいメンズファッションにおけるですね、トレンド感がありつつも定番的なアイテムなのかなというふうに思っています。まあユニクロの通常ラインでもオープンカラーシャツやっていまして、結構ですね、毎年いいんですよね。その点も踏まえつつ、プラス J が作るとどんな雰囲気になるのかなというところで非常に楽しみにしています。これもですね、色に関しては結構ですね、オリーブがいいんじゃないのかなというふうに思っています。絶妙なんですよね、色味が。オリーブと言いながらもダークグレーに見えつつ、ほんのりグリーンが混ざっているような非常にですね、品のいい仕上がりになっているので、これはですね、白 T の上に重ね着をしながら夏場にですね、ちょっと着用してみたいなと思っています。今こういった寒い時期だとなかなかイメージがつきにくいんですが、1枚持っておいて損はないのかなというふうに思っています。こういった洋服の先物買いっていうのはですね、なかなか一般的には浸透しないところではあるんですが、必ず季節は巡ってくるのでチェックをしておいて損はないかなというふうに思っています。あとはスタンドカラーのですね、シャツもいくつかありまして、どれもいいかなと思うんですが、襟とですね、本体の部分で色を変えているようなものだとか、そういったものもなかなかいいかなと思うんですが、個人的にはシンプルなスタンドカラーシャツの方が好きかなと思ってまして、スーピーマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ、かっこ長袖。これのですね、グレー、やっぱりいい感じかなと思ってます。あとオリーブですね、結構頻繁にオリーブ使ってますが、めちゃくちゃいい雰囲気です。あとはブルーなんかもですね、ちょっと目が覚めるような綺麗な青なので、これまたちょっと注目をしてまして、ブルーのシャツに対してブラックのスラックスを合わせながら、すごくですね、大人っぽい着こなしが実現できるのかなというふうに思っています。シャツに関してはこのあたりですかね。あとは結構ベーシックで使いやすいシャツかなと思うんですが、これといって今回は買うことがないかなというふうに個人的には感じています。一押しはスーピマコットンオーバーサイズシャツブルゾン、これのオリーブですね。これは僕はおそらく買うんじゃないのかなというふうに思っています。そして続いて T シャツカットソージャンルなんですけども、これまたですね、結構オーソドックスで、まあいいっちゃいいんですけども、なかなかですね、グッとくるものが多くはなかったかなというふうに思ってます。ベーシックなものもあればですね、一方で結構思い切ったプリント柄の T シャツもあったりするんですけども、これはですね、なかなか人と被りそうな感じもしますし、ちょっと難しいかなと思うので、僕ら世代ですとか、ベーシックな着こなしが好きな方にはですね、ちょっと難しいアイテムかなというふうに思っています。まあ、T シャツですね。スーピマコットンリラックスフィットクルー T シャツ。これに関してはベーシックで使いやすいかなと思うんですが、もうすでにですね、ユニクロ U のエアリズムが出ていて、そちらがもう鉄板で僕自身もいっぱい持ってるので、あえてこちらを買うことがあるかなというところなんですが、こちらも間違いなく使い勝手はいいかなというふうに思っています。まあ、中でも注目しているのは、ドライスウェットシャツですね。まあ、最近はですね、こういったトップス系の中でもニット派なのかスウェット派なのかっていうところが分かれるんですが、ちょっと最近はスウェットの勢力が強くなってるのかなというのを感じているんですね。まあ、素材の質感としても肌触りも良くて、しかもラフな雰囲気なので、僕はですね、スウェット最近は好きでよく着てるんですけども、そういった旬なスウェットもですね、プラス J が作るとどんな感じになるのかなと思ってるんですが、
個人的にはですね、これはネイビーのですね、青の感じがすごく綺麗なので、いいんじゃないのかなというふうに思っています。スウェットというと、すごくカジュアルな感じがして、大人の男性には似合いにくいというイメージがあるんですが、ここ最近トレンドになっているスウェットはですね、割と上品なんですね。色もシンプルで、なおかつデザインにおいてもすごくですね、上品に仕上がっているので、このスウェットであれば、僕ら世代でも使いやすいかなと思うので、一着トライをしてみるのもいいかなというふうに思っています。あとはハーフジップのですね、パーカーとかもあるんですが、これはですね、アプローチとしては新鮮な感じもするんですが、個人的にはちょっとまだですね、グッとは来ないかなという感じがしています。まあ新しいとは思うんですけどね、こういったものも実際に着てみたら意外とハマったっていうこともあるかもしれないので、試着はしてみたいなと思うんですが、そこまで個人的にはしっくりは来てないので、このジャンルは正直そこまで注目はしていません。そしてボトムスというジャンルになってくるんですが、ここはですね、いろいろとトピックスがあるんですね。セルビッチ、スリムフィット、ストレートジーンズ。これなんかもプラス J が作るとどんな雰囲気になるのかなというところで注目も集まっているんですが、結構細身のデニムというところで、ここはですね、最近のビッグシルエットの雰囲気をあえて取り入れてないというところで、少し面白いかなというふうには思っています。個人的に一番気になっているのは、ワンタックテーパードパンツですね。これはですね、使い勝手がいいかなというふうに思っています。タックリのパンツということで、腰周りにはゆとりがありつつも、テーパード型なので、膝から下はスッキリとしていますので、割とですね、バランスのいい仕上がりなのかなというふうに思っています。カラー展開もですね、4色になっているんですが、どれもいいんですよね。まあ、僕はブラックは間違いなく欲しいと思いますし、買うと思うんですが、ちょっとですね、根気的なのはナチュラルですよね。ちょっと最近はですね、白パンだとか、オフホワイト系のパンツというところがトレンドに浮上してきているので、その雰囲気を取り入れるには、ナチュラルもなかなかいいのかなと思うので、ここもですね、実際に試着をしながらトライをしてみたいなというふうに思っています。難易度はやや高くなりますが、ダークブラウンの雰囲気もですね、チノパンがあんまり好きじゃない僕でも、こういったタック入りの感じであれば、変えてみたいかなというふうに思っているので、このワンタックテーパードパンツはですね、すごく個人的には注目をしています。あとはですね、結構注目されているのが、ワイドフィットカーゴハーフパンツなんですね。これはですね、まだ今の時期にはなかなか想像がつきにくいアイテムなんですけども、ゆったりめのシルエットのカーゴパンツというところが、ここ数年はですね、トレンドになってきていまして、ファッションが好きでトレンド感を楽しみたい方であれば、こういったアプローチもいいかなというふうに思っています。僕自身もちょっとこういったトレンド感のあるものにトライをしてみたいなと思うので、色合いに関してはナチュラルかもしくはブラックかというところはトライしたいなと思うんですが、正直ですね、大人の男性がハーフパンツを履くのは賛否両論があるので、僕はですね、万人向けのアイテムではないかなと思います。それにハーフパンツを履くのであれば、僕だったら王道のグラミチがさらりとしていて履きやすいかなと思うので、このあたりはちょっと実験的にトライをしてみますが、ファッション好きの方であれば、これは要チェックのアイテムなのかなというふうに思っています。はい、ということでこんな感じでですね、全体を触れてみたわけなんですが、良くも悪くもベーシックで定番的で、そこまでインパクトが強いアイテムは多くはなかったかなと思うんですが、一方でこういったものに限って、実際に着てみたら、あれ？なんかいいなっていう感じになってきたりだとか、着てるうちにじわりじわりと評価が上がってくることも少なくないんですね。まあ、ちょっと今回は頑張って整理券をもらって商品を買ってみたいなというふうに思っています。ただですね、こういったプラス J のアイテムというのは、あくまでおしゃれが大好きな方向けのアイテムであって、あえて整理券をもらって買うほどのものかというと、僕はちょっと疑問があるんですね。僕も普段ですね、こういった動画を撮っていなかったら、おそらく並んでまで買おうというテンションにはならないかなと思うんですね。ですのでそのあたりは皆さん冷静に判断しながら、この中からせいぜい2、3点ぐらい買えれば十分なのかなというふうに思っています。改めてまとめると、個人的な一押しに関しては、スーピマコットンオーバーサイズシャツブルゾン。これは間違いなくお勧めできるアイテムかなと思っていますし、あとはオーバーサイズブルゾンですね。ここはですね、ちょっと着てみないとわからないところではあるんですが、今季の中では結構注目しているアイテムかなというふうに思っています。そしてボトムスですね。決して派手さはないんですが、ワンタックテーパードパンツ。これは使い勝手がいいかなと思うので、皆さんにはぜひお勧めしたいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、実際の答え合わせは3月19日、アイテムを買ってみまして、皆さんにですね、またレビュー動画をお届けしたいなと思ってますので、そちらも皆さん楽しみにしていただきたいなと思っています。
3月19日に開けられるか、もしくは翌日になってしまうか、そこはですね、ちょっと当日を迎えてみないとわからないところなんですが、ぜひそちらの動画もお楽しみいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、ベーシックで使いやすいアイテムですとか、コーディネートについてどんどん解説をしていきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。